マットガーザは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、セルマ出身のプロ野球選手。宇ト右ミ現在は、フリーエージェント。愛称は、ザカウント。2005年の MLB ドラフト一巡目で、ミネソタツインズから指名され入団。2006年にマイナーリーグの3つの階級で14勝4敗、防御率1.99を記録し、USA トゥデーマイナーリーグ年間最優秀。 選手賞を受賞。8月11日にメジャーデビューを果たし、メジャー1年目は10試合に登板し、5勝6敗、防御率5.76の成績で終えた。ベースボールアメリカ史の有望株ランキング2007年版では、ツインズ球団内で1位、メジャー全体で21位にランクされ、2007年は開幕から先発ローテーション入りが有力視された。しかし、 2007年は、開幕を、トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスで迎え、メジャー初登板は7月2日。7月の月間防御率は1.37だったが、8月9月は4点台を、上回った。この年は16試合に登板し、うち15試合で先発として投げた。成績は、防御率3.695勝7敗、ホイップ1.54だった。 2007年11月28日にデルモン・ヤング、ブレンダン・ハリスら3対3のトレードで、ジェイソン・バートレットらと共にタンパベーレーズへ移籍。2008年は、レギュラーシーズンで11勝9敗、防御率3.70を記録。ボストン・レッドソックスとのアメリカン・リーグ・チャンピオンシップシリーズでは2勝を挙げ、MVP に選出された。2009年も、 フルシーズン先発ローテーションに入って32試合に登板。リーグ平均値以上の防御率を記録したが、得点力やリリーフ陣の実力に差がある、同地区の強豪球団、ヤンキースやレッドソックス相手に多く登板したこともあり、高騰しながら8勝12敗と負け越した。なお、189奪三振は、チームトップ、リーグ9位の好成績だった。 2010年7月26日のデトロイトタイガース戦では、レイズ史上初のノーヒットのオーランを達成。この年は、防御率3.9115勝10敗という成績を記録、実力に見合う勝ち星を挙げて、デイビッド・プライスと共に、レイズの先発ローテーションを支えた。また、メジャー初セーブも記録している。一方で、課題もあり、 リーグワースト4位の28本塁打を浴びた。2011年1月8日にトレードでシカゴカブスへ移籍した。この年は31試合に先発登板。打線の援護に恵まれない中、2年連続に桁勝利となる10勝10敗を記録。防御率3.32197奪三振は共に自己ベストであり、キャリアを通じて最高級の成績を残した。 2012年、先発ローテーションで例年通りのピッチングを見せていたが、7月21日の試合で肘に違和感を発症し、3.0点イニング投げたところで降板した。炎症が発生していたため、そのまま DL 入りしてシーズンを終えた。そのため、最終成績は18試合の先発登板で、 防御率3.915勝7敗32死球96奪三振という内容だった。離脱時点で負け越していたのは前年と同様に打線の援護が乏しかったという原因がある。ちなみに肘の炎症は安静にしたことで解消し11月には投球練習を開始した。2013年は後背筋を痛めて開幕 DL 入りスタートとなり5月 下旬に復帰した。復帰後は、快調なピッチングを見せ、11試合の先発登板で、防御率3.176勝1敗、ホイップ1.14という好成績をマークしていた。2013年7月22日にトレードで、テキサスレンジャーズへ移籍した。8月3日の対、アスレティックス戦では、エリックス・ガードにスクイズを含む2つのバントを決められた。 ことで月光試合中に、メメシート、ソガードを侮辱。試合後には、ツイッターで、ソガードのプレーを褒めた、ソガードの妻に対しても、女が、男のゲームに口を出すなという胸の暴言を返した。移籍後は13試合に登板したが、防御率4.384勝5敗、ホイップ1.32という成績に終わり、本来の実力通りではなかった。なお、 未チーム系では24試合に先発登板し、防御率3.822年ぶりの2桁勝利となる10勝6敗という成績だった。オフの10月31日に FA となった。2014年1月26日にミルウォーキーブルワーズと総額5000万ドル出来高の4年契約に合意した。移籍一年目のこの年は十七試合に先発登板し、 三シーズンぶりに規定投球回をクリア。勝ち運に恵まれず、8勝8敗の勝率。500止まりだったが、4年ぶりの完封勝利を挙げたほか、防御率3.64ホイップ1.18という、高成績を記録。投球内容としては、往年の実力を取り戻し、大型パッケージ契約の期待に応えた。2015年は、 5シーズンぶりのリリーフ登板を含む26試合に投げたが、またしても規定投球回に未達だった上、防御率5.63ホイップ1.57と炎上。勝ち星が6勝止まりであるのに対し、リーグアースと5位体の14敗を喫した。2016年4月、後輩金の故障で離脱した。この離脱の影響もあって19試合の先発登板に止まり、 防御率4.516勝8敗、ホイップ1.51と2年連続で振るわなかった。2017年11月2日に FA となった。ありがとうございます。